この試合は出身、笠原弘樹、副審、武部陽介、村井陽介、第4の審判員、高崎浩司、VAR、上村寿司、アシスタント VAR、松本大、以上審判によって行われます。まずは白のユニフォーム、サガン鳥栖のスターティングラインナップです。背番号71、ゴールキーパー、パク・ギルギル、背番号42、ディフェンダー、ハーマン・ワタル、背番号30、ディフェンダー、田代雅也、背番号2、ディフェンダー、山崎浩介、背番号5、ミッドフィールダー、鎌原壮、背番号19、ミッドフィールダー、森谷健太郎、背番号23、ミッドフィールダー、菊池太一、背番号8、ミッドフィールダー、本田富士、背番号24、フォワード、中沼洋一、背番号10、フォワード、小野雄一、背番号29、フォワード、岩崎優子、続いてリザーブの選手です。背番号35、ゴールキーパー、内山健、背番号7、ミッドフィールダー、根塚康平、背番号14、ミッドフィールダー、藤田直之、背番号44、ミッドフィールダー、堀米雄貴、背番号41、フォワード、馬場山良之介、背番号18、フォワード、西川潤、背番号9、フォワード、川田敦史、そして監督は河合健太。Thank you.
もチームを思う強い気持ち、君のゴールで勝利へ導け、フォワードルークヤー。続いてリザーブの選手です。背番号1ゴールキーパー長石匠。背番号20ディフェンダーウィクリー・ケナリー・アムス。背番号35ミッドフィルダー平塚優斗。背番号10フォワード城郷久志。背番号27フォワード福岡を率いるのは韓国パセベ。